人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。そういうことが時々ある。ただずっと何か、朝目が覚めるとなぜか泣いている。誰かを探している。星に待って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたに夢も今日で百個できたよ。たった一つ大事が交換後症。